レオニードのベース日の森志保、これで十分でしょ。あとはこうやってちょっとソロパート弾けば。短すぎ？でも他に言うことなんて。音楽に興味を持ったきっかけ？興味はもともとあった。母親は琴の講師だし、父親はバンドでギターやってたし。今度は何？ああ、私がギターじゃなくてベースを選んだ理由？好きで尊敬してるバンドがあるんだけど、そのバンドのベーシストが言ってたの。ベースは場の空気を支配するほどの力を持つって。それにグッときて、だから私もベースにした。趣味？時間があればベースの練習をしていたい。あとは好きなバンドのライブに行くかな。音楽以外の趣味は今は特にない。昔から何か好きになるたびに結構それに没頭してたかな。絵本とかゲームとか。今はベースだけど。は？お姉ちゃん？なんでお姉ちゃんの話しなくちゃいけないの？お姉ちゃんはバンドに関係ないでしょ。話すとしたら、悪目立ちするくせに1年の教室に来るのはやめてってくらいかな。別に嫌ってるわけじゃないけど、もともと一人が好きだし。っていうか、この辺本番の MC では全部パスね。音楽のこと以外話してもしょうがないし。とにかく私は本気でバンド活動がしたい。時間も努力も惜しまない。いつでも今の自分にできる最大限の演奏をしたい。この4人でやるならなおさら。ううん、なんでもない。ほら、MC の練習はこれくらいでいいでしょ。演奏の練習もしないと時間ももったいないし。ほら、早くやるよ。